では後半に入ります。先ほど申し上げましたように、古い哲学者たちのことはその後の人たちが書いている、その文献の中から見ていくと。で、まあ、アリストテレス、プラトン、アリストテレスなんていうのは紀元前4世紀あたりの哲学者たちですよね。それとかディオゲネス・ラティウスはもっと後の、紀元後3世紀の哲学史家ということになりますから、その、ね、タレスなんて紀元前7世紀ですので、そこから考えても結構何百年と、というような隔たりのある人たちの文献の中から私たちはそのタレスの言ってたことっていうのを読み取らないといけないわけです。でですね、この、ドイツのディールスさんとクランツさんという2人の人がその哲学、ソクラテス以前の哲学者の断片をまとめた本を出していて、これはまた素晴らしい集大成なんですね。フォア・ソクラティカというふうに言いますけれども、日本語にも今翻訳されていて、ソクラテス以前哲学者断片集というもので全6巻からなっている、まあ、うちにはあるんですけれども、結構ね1冊5000円と、結構お高い本で、あります。でもこうね、タレスが、どういう人物だったのかっていうのをこう他の人たちが何て言ってるのかをピックアップしてまとめているという、そんな作りになっています。そう、この断片集では例えばタレスという人物についてアリストテレスが言ってることや、そのディオフゲネス・ラエルティオスが言ってることや、まあ、他の例えばヘロドトスが言ってることなど、まあ、そういうのを全部まとめて紹介してくれているわけです。でそこから一人のタレスという人物がどういう人生でどういう思想だったのかということを知ることができるようになっている、そういうわけなんですね。でせっかくなのでもうちょっと細かい内容に踏み込んでみようかなと。このソクラテス以前哲学者断片集っていうのは A 断片と B 断片という2つの断片に分かれて、それぞれ一人の人物の断片が掲載されています。タレスの A 断片、タレスの B 断片っていう感じなんですね。で A 断片には生涯と学説がまとめられている。B 断片にはもしそのもしまあ著作からの引用が残ってる場合にはそれらが掲載されています。だからよりその人が書いたとされる思われるものが B 断片に集まっている。しかしですね、残念なことにタレスについてはタレスの著作からの引用というのが残っているわけではなく、引用とされる断片というちょっと B 断片っぽい断片というのが残っているのみで、やはりちょっと証拠がね少ないんですね。というわけで本当に難しいと。余談ですが、このドイツ人のディールスさんとクランスさんがまとめたそのソクラテス以前哲学者断片集によると、まあ、その古いところから順番に人物が紹介されているのですが、哲学の開始はなんとオルフェウスからということになっていて、一人目の哲学者の紹介が、まあ、オルフェウスからになってるんですね。オルフェウス、ムサイオス、ヘシオドス。ヘシオドスっていうのはさっき あの神話の神々の話を言っていたあの人物ですね。でそういう人物も含んでの哲学者断片集というふうに言っています。じゃあタレスはどこに載ってるのかというと、まあ11章だから11番目ですよね。11番目に書かれています。どこをもって哲学の端緒とみなすかは、まあ、捉え方次第なので、オルフェウスを、まあ、含んでもいいのかと、とはいえと、表記がちょっとオルフェウスになってたりオルフェウスになっていたり、すいません、同じ人物です。オルフェウスっていうとかなり神話的なイメージがするのではないかなと思うんですよ。で、まあ、先ほどのそのヘシオドスの口調もどうも最初にカオスができて、その間から大地ガイアができてきてと、あの口調も哲学っていうよりは神話的だったんじゃないかなと、私は思うけれども、でも捉え方によってはそういう世界観にこう原始的な宇宙論が含まれてるっていう見方もできて、このディールス・クランツさんはそのように捉えてるようです。いや、オルフェウスってこういう人物っていうか、こういう絵に、これルーベンスの絵ですけれども、
出てくるような、こういう描かれ方するんですね。で、まあ神話的かなと思うんですけれども、例えばですね、オルフェウスっていうとギリシャ神話の中では、吟遊詩人で、禊の宗教のオルフェウス教の、教祖とかね、始祖というふうにされています。で、名義上の父親はアポロンだと、もしくはトラキアの王だとも言われていて、でこの絵でもちょっと見えるかも分かんないですけど、ここに竪琴を持ってるんですよね。この竪琴が、アポロンから授けられた竪琴だと、竪琴の技もアポロンから伝授されたんだ、なんというふうに言われています。で、オルフェウスの逸話としてはですね、これ妻のエウリドゥケを連れてるんですが、エウリドゥケが、蛇に、毒蛇に噛まれて死んでしまうんですけど、オルフェウスはどうしてもその妻の命を取り戻したいと思って冥界に下っていくんですね。で、冥界の王であるハデスとその妃のペルセポネに頼んで、なんとか妻を生き返らせてくださいと。そしたら、冥界の王のハデスが、じゃあ冥界から抜け出すまでの間、決して後ろを振り返っちゃいけないと。後ろを振り返らずに出ることができたならば、あなたの妻のね、命を戻してあげましょうと、そう言われて、必死にこうね、後ろを振り返らずに2人を歩いていったのですが、人間界までやってきた時に安心したオルフェウスが、見ちゃうんですね。見ちゃって、でエウリディケは後ろからついてきたから、まだ実は人間界のところまでたどり着いてなくてと。それでエウリディケは、結局命を取り戻すことができなかったというような神話があります。というオルフェウスなので、これをもって、哲学者断片の最初に持ってくるのかなっていうのね、なんかちょっと謎な気もするんですけど、これもね、オルフェウスが、竪琴を持っていて、妻のエウリドゥケを連れ出そうとしているというね、そういう絵画ですね。どうでしょうね、皆さんね。なんとなくタレスからでいいんじゃないかしらと思うと思うんですけど、ちなみにそのタレスからだっていうふうに言ってるのはアリストテレスが言ってるんですよ。哲学者の初めにまずタレスがいると、この手の、自然哲学の研究の最初にタレスがいるんだって、アリストテレスが言っていて、アリストテレスに習っていいんじゃないかしらとね、思うわけですね。というわけで、一般的な哲学の始まりというと、タレスからというのが、普通ですね。タレスからということになります。そう、西洋哲学史の本とか、なんか入門書とかを読むのは必ずと言っていいほどタレスから始まっています。というのも、やっぱりタレスからその学問的な、自然科学的な探求というのが始まったからなんですね。で、今言った通り、もちろんアリストテレスがタレスから始まったっていうふうに言ってるという権威づけもあるんですけれども、やはり内容から言っても、探究の態度が、タレスからすっかり変わったと見ることができるのではないでしょうか。では、それではですね、ここからは先ほどのソクラテス以前哲学者断片集を手引きにしつつ、タレスを見ていきたいと思います。タレス、イオニア植民地のミレトスに生まれます。この辺りがその哲学者断片集にまとまって書かれていることなんですね。父はエクサミュエス、母はクレオブーリネで、その家系はテレウスの一族で、カドモスと、アゲルノの、公卿たち、のうちでも公家たちのうちでも、とりわけ高貴な家柄であったと。高貴な一家の出だということなんですね。で、これさっき言ったその3世紀のディオゲネス・ラエルティオスという人が、ギリシャ哲学者列伝というギリシャの哲学者の逸話を、集めたものを3世紀に出してるんですね。で、そこに載ってるものを断片としてまとめてきたという、ピックアップしてるんですね。で、そのディオゲネス・ラエルティオスさんによると、他にもタレスについて言っていて、生まれつきミレトスの人で、しかも名のたる名家の生まれだとか、あと国家公共の事柄に携わった後に自然探求を行うようになったなどのことが書かれています。とにかく名家の生まれて、そもそもはそういった、
まあ、政治とか社会とか、まあ、何かそういうことに携わるような身分だったそうなのですが、何かをきっかけにして自然探求の方に向かったということです。で、このタレスさんは七賢人の一人とも言われています。まあ、七賢人というのは、まあ、その名の通り7人の賢者なのですが、まあ、ギリシャにおいて7人の賢い人をピックアップして、まあ、その7人というのはちょっと変わったりするんですけれども、まとめて七賢人なんていうことがあります。で、かのプラトンもプロタゴラスという著作の中でタレスを七賢人の一人としています。その中では例えばアテナイの立法者のソロン、タレス、スパルタの民選長官キロンとか、プリエネの選手のビアスとか、リンドスの選手のクレオブロスとか、ムティレネの選手のピ選手多いですね、ピッタコスと、ケナイの農夫のミュソン、以上の7名ということで、プラトンは挙げています。まあ、この七賢人をめぐる逸話としてですね、ヘファイストスの作った黄金のかなえと、ヘパイストスなんていう形でも表記されることがありますが、七賢人をめぐる逸話として、まあ、ディオゲネス・ラエルティオスが挙げているんですけれども、火事の神、なんかこういろんなものを作る神様のヘパイストスの作った黄金のかなえが海に沈んでいたそうなんですね。この黄金のカナエをめぐって、コスとミレトスの間で戦争が起こった。カナエっていうのはなんかちょっと調理とかにね使うような器具ですよね、それをめぐって戦争が起こったと。でずっと戦争が止まんないと。で困ったミレトスの民衆がデルフォイという場所に神託をもらいに行くんですね。そうすると過去現在未来を知る者にこのカナエがたどり着くまで戦争が続くという神託が下ってしまうんです。でミレトスの民衆は、そのカナエをじゃあもう戦争を終わらせたいから、ちょっと賢いタレスに送ろうと言って送るんですけれども、そうすると彼はいや自分にはふさわしくないと言って他の賢者に譲っちゃうんですね。でそういうことを繰り返してその後も何人もの手にカナエを渡ってぐる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 回って、でも最後にまたタレスの元に戻ってきたっていうね、そういう逸話ですね。結局タレスがじゃあ賢者なのかなと、でそこでですねタレスはアポロンにそのカナエを奉納し、神託を伝えるピュティア巫女さんがこのカナエに腰下ろして神託を語るということになったなんていう逸話があります。で、このね神託っていうことでこれ本当の余談ですけれども、私はかつてギリシャに行ったことがあったので、ギリシャに行ったらやっぱりデルフォイに行きたいと、神託を授けてくれる土地ですからね、ちょっと私は行ってみたいと思って、まあ、行った。その時の写真を皆さんに紹介しようと思って全然プライベートなことですけれども、でももしかしたら皆さんの中にもギリシャ旅行とか行かれた方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、デルフォイっていうのはそのアテナイという都市ですよね。アテネの都市からちょっと北西に122キロのところにある、ちょっとなんだろうな、東京からそうですね軽井沢とか新潟とかそっちの方に行くような、なんかそういうイメージでしょうかね、車でちょっと走らせていくと、そういうところにあるパルナッソス山という山麓に位置する町です。このパルナッソス山、今はギリシャ最大のスキー場になっていて、かの有名なパルナッソス山がスキー場なんだっていうのに驚愕したんですけれども、そうですね、冬になったらスキーを楽しむようなそういう、ちょっと小高いところと、そこに位置するデルフォイという場所です。でこのデルフォイという場所にはアポロンの神殿がありました。でですね、まあこう車を走らせて車窓からこのパルナッソス山が見えて、この時は確か3月ぐらいに行ったんですけど、まあまだ雪が残ってるなんていうね、そんな感じです。でアポロンのその神殿っていうの今こうなっちゃってて、もうこれ変な煙突ではなくてですね、柱で
本当はこれが神殿だったんですよね。で柱あんまりもう残ってないからこんな状態になっちゃってるわけなんですけれども、ここで巫女さんが不思議な言葉で神託というものを授けてくれていたと。はい、じゃあ神託とはどんなものだったのかと。神殿の中心にある立ち入り禁止区域のアディトンというところで行われていました。ピュティアと呼ばれる巫女さんがトランス状態になって、そのアポロンの言葉を語ったそうです。でピュティアはデルフォイ出身の女性で、年齢教養入れ柄は問われなかったが、長い訓練を必要とされていたそうです。はい、で、これなんかはそのアッティカのワインの杯の、絵ですけれども、ここにで巫女さんピュティアがいて、確かにこう、ね、三脚というか金えにね座ってるんですね。でこれは神託をもらいに来た人ですね。でこの絵も、そうこれはね、下からこんなシュワーって空気が出てますけど、実はですね、まあ、この絵が示している通り、その立ち入り禁止の区域っていうのは実はガスが出ていて、そしてその巫女さんがトランス状態になっていたっていうのは、なんかシンナーみたいなそういうものを吸って、まあ、そういう形で何かを言っていたみたいなんですね。というのが考古学的な、研究によって、まあ、最近ですね、最近分かってきたということです。そうでなので、まあ、いろんな言い伝えでその残ってるんですけど、巫女さんは歯がボロボロだったとか、若くして短命で死んでしまったとか、まあ、そういう記述からも何かガスが出てるんじゃないかっていうような地質調査というのをずっと行われてきたんですけれども、でも解明 してなかったんですが、まあ、最近になって、やはりガスが出ていたということが分かりました。うん、で、そう余談に余談だれなんですけれども、ちなみにその信託って、お金を出してやってもらうんですけれども、たくさんお金を出すとこういうふうに過去未来現在までうんぬんかんぬんとか教えてくれるんですが、そうじゃないとイエスノーで答えられるような単純な答えしか教えてくれないということで、今度出てくるがね、ソクラテスなんかはソクラテスが賢者かどうかっていうのをおせっかいの友人が聞きに行くんですけれども、ソクラテス以外の賢者なしというね、それ単純明快な答えで、回答されるんで、まあ、あんまりお金払ってなかったのかなとかいうことが推測されます。さあそんなね、タレスにまつわる、神託のお話でしたけど、まあ、そうやって、神託で言われた通り、まあ、賢者誰なのかっていった時に、ミレトスの人たちはタレスだとね思ったそうなんですね。その通りタレスは、すごい頭のいい人物で、例えば皆さんこれね、タレスっていうとタレスの定理とかいうのがねありますよね。で私は全然かつて勉強してこなかったのでタレスの定理なんて知らないわと思ったんですけど、円周の中にこう、なんて言うんでしょうね、円の真ん中がありますよね。そこを通るような三角形を描くと、で円周上に点を打って三角形を描くと必ず、直角三角形になるというね、角が直角を含む三角形ができるなんていうね、それタレスの定理っていう名前がついてますけど、別にタレスさんが発見した定理ではなく、タレスにちなんだ名前で、その由来になっているのはこのエジプトのピラミッド の高さを測るタレスということです。タレスがエジプトに赴いた時に、自分と自分の影が同じ長さになる時っていうのを見計らって、とすると自分の背の高さと影の長さが一緒なんだから、ピラミッドの影の長さもピラミッドの高さに等しくなるということで、ピラミッドの高さを測ったとされています。でまあ、そういうふうに断片には書いてあるんだけれども、その後ですね、やっぱりそんなふうに影がちゃんと出るっていうことがなかなか難しいということが分かり、その日の向きで、ちょうど高さと等しくなるような影っていうのがなかなかできにくいというわけで、まあ、何か棒とか自分の高さとそれから影の長さの比率でその時の
ピラミッドの影の長さと、まあ、A 対 B イコール C 対 D みたいな形で考えたんじゃないかなんていうふうに言われています。でそのもとにそういう直角三角形っていうことがあったので、その直角三角形の定理のことをタレスの定理と、名付けたというね、そういう話でした。元はすごくシンプルで、タレスは自分の身長を使ってピラミッドの高さを測ったというふうに言われています。でそんな賢いタレスさんなんですが、自然観察というのをねしてると、もうそれに熱中しちゃってというそんな逸話もあります。穴に落ちちゃうんですね。星の観察をしようと老婆に伴われて、家を出た時に穴に落っこっちゃうんですね。この老婆がすごい秀逸だなと思うんですが、老婆が言うには、あなたという人はタレスさんと、足元の様子も見ないで天井のことがわかるとお思いですかと。なんかタレスよりも老婆の方が頑蓄のある感じだなと思うんですけどね。そんな風に熱中してしまうタレスの姿というのが分かります。こんなことがディオゲネス・ラエルティウスの哲学者列伝に書いてあるんですね。そしてそういう話をピックアップしたものがソクラテス以前哲学者断片集というのに載っている。なんか複雑な構造ですけど、そういう風になっています。で、ソクラテス以前哲学者断片集には、ディオゲネス・ラエルティオスが言ってることだけじゃなくて、他の人が言っているタレスの、様々なこと、ことも、分かるわけですね。書いてあるわけですね。例えば、歴史家のヘロドトスという人がね言っている記述で、日食を予言したと。タレスは日食を予言したんだとされています。これも私がギリシャに行った時に、ね、ヘロドトス の石像があったので写真を撮ってきたという、ね、こんな風にその歴史的なというか、よくネットを見たりするとこれがちゃんともう少し、きちんと正面から撮られてウィキペディアとかにも載ってるんですけれども、そういうものをね実際にこんなに簡単に見に行けるっていうのはね素晴らしい、時代でした。なんか今はもうなかなかギリシャなんか行けなくなってしまいましたけどね、はい。で、ヘロドトス、ヘロドトスによるとですね、アリュアテスト、これ読めないですねキュアクサレスの間の戦争、の時にですね、彼らが戦争を続けて6年目、昼が突如として夜になったと。全585年の日食と推定されています。でミレトスの人タレスがイオニアの人々に時期をこの年として指定して起こることを予言したもので、事実その通りに異変は起こったのであると、まあ、タレスが生きているよりもちょっと後のことですからね。後に、まあ、そういうことが起こるって、タレスが予言していたんだと。でその予言の時の日食っていうのは多分1585年のこの時の日食なんじゃないかと言われています。で、これはヘロドトスだけじゃなくて、他にもプリニウスとかキケロといったような人物がタレスの日食についての予言を、まあ、記しています。だから、まあ、複数の人によってそういうふうに記載されているということは逸話として結構有名だったんでしょうね。でアリストテレスはタレスのことを、まあ、お金持ちの達人だというふうに言っています。そうタレスがいかにお金に卓越、お金儲けに卓越したのかというのがアリストテレスの記述の中から見ることができます。はい。彼はですね、タレスは天文学によってオリーブの出来具合を見通し、いまだ冬の間にわずかな菌糸を工面して、ミレトスとキオス島中のすべてのオリーブ絞り機の手付けを打ったと。サレスはだからこの 天気というかね、気象に関しては天体に関して非常に詳しかったわけですから、それで、あ、この年は絶対オリーブが豊作になると、ということは先にオリーブを圧搾する機械を、まあ、買い占めるというかね、借りておけば、後でそれを高額で貸すことができるんじゃないかと、まあ、思うわけですね。そして、オリーブの絞り機を、まあ、集めまくったと。で安価に借りたわけですけれども、まあ、タレスは安価に借りたけれども、その後オリーブは豊作となり、絞り機を求めた人たちに多額で貸しと、金銭をかき集めることが、
できたのだと。そう、先ほどもね、哲学っていうのは、まあ、なんかあんまり役に立たないしみたいなことを言いましたし、哲学自体でお金儲けするっていうのは実はちょっと難しいように私も思うんですけれども、でも本気を出せばお金儲けだってできるんだということをね、タレスは証明したわけです。つまり、まあ哲学のね、架空のことをやってるんじゃなくって、実はまあ全ての、まあ、一切の根源をそれこそね、見抜いて、まあ、ふさわしい行為ができるという、ね、そういう証明をまあしたということになります。そう、タレスはだから本気を出せばお金を稼ぐことだってできるけれども、まあ、ただそれをしないだけなのだと、まあ、証拠を、ね、示したことになります。まあ、とはいえタレスさんもともとお金持ちのきっと高貴なお家柄なのであんまり稼がなくてもねよかったのかもしれないですよね。はい、というわけで、このようにね断片をたどっていくと、まあ、タレスという人の人となりがね見えてきたのではないでしょうか。まあ、まず高貴な生まれで裕福な人物だったんじゃないかと。それから天文学に長けていて、当時の人々の中でも賢い人物だったと評判であったんだと。それから、ディオゲネス・ラエルティウスにも書いてありましたが、何か公共事業にも関わっていたような政治や経済にも精通した人物なのかもしれない。だけれども、まあ、どこかで転機があって自然探求に関心を向けたんだと。そんな人物だということがさまざまな人の記述によって浮き彫りになっていきます。そうで、まあ、人となりはそんなだったと分かるわけですけれども、ではじゃあタレスの学説、さっきね万物の根源は水だって言ったと、言いましたけれども、実際じゃあタレスの学説っていうのはどんなふうに紹介されているのかと。アリストテレスは形而上学という著作の中でそれを書いています。あ、そう、ちなみに形而上学には哲学史も書かれていますって書いたんですけど、形而上学っていうのはそもそもこの世界の自然とか目に見えるものではない存在そのものとか、今でもこちらの世界のこと形而化学なんて言って、ちょっと思考の世界の話を形而上学と、関連的な話を形而上学と言ったりしますけれども、で、まあ、もちろんそういう内容が書かれているのですが、この形而上学という著作にはそれ哲学史にもあたるような、アリストテレスまでですけどね、もちろんねアリストテレスが思っているところの哲学史みたいな内容も書かれています。というわけで、そこからですね、アリストテレス以前の哲学者たちがどのような探求をしてきたのかというのを知ることができます。では、形而上学によると、最初に哲学に携わった人たちは全て存在するものがそれから成り立ち、それから生じ、それへと消滅していくところのもの、つまり存在する諸事物の基本要素が何であるのかを探求していた。あ、これアリストテレスの和訳ですけど、こんな風な文章で書かれてるんですね。古代の哲学者たちっていうのは、結構ね素朴な言葉で、日本語訳した時のその素朴な印象が残ってるかもしれないですけれども、こんな風に言っていたと。全ての存在するものがそこから成り立ち、そこから生じ、そこへと消滅していく、なんかこうね円環というか循環してるような、そういうことを言ってるわけですけど、つまり諸事物の基本要素が何であるのか。で、このような哲学の創始者がタレスであるとアリストテレスは言ってるんですね。で、タレスはそれを水と言っていると言っているんです。じゃあタレスはなぜ、万物の根源が水だと言ったのか。アリストテレスによれば、いくつか要因が書かれてるんですけれども、あらゆるものの栄養となるものが湿り気を持っていると。まあ、種子が湿り気を、あ、ここに書いてあるか、あらゆるものの種子が湿り気を持っていること、あとは大地が水に浮かんでいることなどを挙げています。で、他のですね、シンプリキオスというシンプラトン主義の哲学者は、死体が干からびている、死体は干からびているけれども、まあ、命があるところとか、まあ、栄養のあるものとか、まあ、全てのなんかこう根源的な種子ですよね、そこから生まれるところのものっていうのは湿り気を持っていると、あとは大地が水に浮かんでいると、
大地っていうのも自らその生命力をもらってるんじゃないかと、そういうことを推測して、だからタレスは万物の根源が水だって言ってるんじゃないかと言っています。これはシンプリキュス、そうですね、アリストテレスの仲介の中ではですね、ある人たちは何か単一の基本要素を想定し、それは大きさにおいて無限であると語った。例えばタレスは水がそうであるとしたと述べていると。タレスは何か単一の基本要素っていうものを想定していて、大きさにおいてそれ無限なんだと言って、そんな解釈がされたり、ローマの弁論術家であるキケロはこんなこと言ってるんですね。すなわちミレトスのタレスがこうした事柄を最初に探求した人であるが、彼は水が諸事物の元のものであり、また知性たる神が水から万物を作り出すと述べたと語ってるわけなんですね。ちょっとこれはその他人のというかね、キケロが言ってることなので、あれですけれども、その神がまたね別にいるような書き方になってはいますけれども、でも要はその万物の根源が水であって、その水から何かが生まれ、全てのものが水に戻っていく、そういう、基本的な、一つの要素であって、単一の要素であって、だけれども万物ですから、無限に広がりがあると、そんなものだと。それから、万物がその水から作り出されるという意味では単なる物質ではなくて、もしかすると神的なというかね、魂的な何かも、先ほどの物活感っていうのにもつながってくるかもしれないんですけど、そういうことを後世の哲学者たちは、読み取ってるわけですね。タレスの考えたこと、と結局タレスの考えたことは何なのかっていうのを、こうしたその哲学者たちの記述から考えてみると、端的にその目の前に広がる自然の森羅万象の根源っていうのが何なのかっていうことだったんじゃないでしょうかね。木や土や空気や人間や動物や様々な見た目のものが存在するけれど、それを滑る根源的な何かが自然的なものとしてある、と考えたわけですね。でそれをタレスは、木も土も人間も動物もみんな水でできていると考える。目にはさまざまな形で映るけれど、全ては水の変形でできているんだ。だからその全てが水でありかつ、水じゃないものになってるんですよね。水っていう何か根源的な要素あるんだけれども、水っていう形でずっとあるわけではないっていう、かなりそう考えると複雑ですよね。何かであって何かになるというような、そういう考え方があった。でそれは、先ほどの哲学者たちの言葉を借りれば、湿り気のあるところに命が発生したり、そうですね、私たち人間もよく考えてみるとほとんど水分でできていて、水分がなくなってしまうと死んでしまう。それからやっぱりその湿地ですとか、水があるところに植物が生えてきたりっていうね、そういうのを目の当たりすることもありますよね。水の上に大地が浮かんでいるからっていう素朴な書き方をしてますけれども、でもきっとそういう世界の森羅万象を見た時に、水分のあるところに命が生まれていて、でまたその死んだとしてもですね、水のあるところに戻っていくんだっていうような、そういう循環を、水というものを要にしてタレスは考えていた、もしくは後続の哲学者たちがタレスにそれを読み取ったと、そういうことなのかなと思います。で、これに端を発して、後続の哲学っていうものが、生まれていくわけですね。アナクシマンドロスやアナクシメネスという人たちが登場すると。彼らもそのタレスの弟子だと言われたり、でもそこら辺 の, その事実確認というのは、こんな調子ですからなかなか難しくて、研究者によってはあまり関係なかったんじゃないかと言われたりもしてますけれども、タレスの後にアナクシマンドロスが出てきて、それは無限定なものだというふうに、タレスみたいに水っていうふうに確定している何か、固定の何かじゃなくて、でも多分た
カリス自身も水とは言ったけれども、さまざまなものになるわけですから、決して水だけじゃないんですよね。水ってやり方をしてるわけじゃないから、それって言い換えれば無限定なものなわけで。でも無限定なものっていうと単一性が全然なくなってしまうから、やっぱりその後のアナクシメネスは、それを称して空気だっていうふうにね言ったり、命の源というかね、命が、息のようなものだと思っていたので、当時の人々はそういうふうに思っていたので、それを空気だと言ってみたりするわけですね。でその後、こうした問題意識から存在と生成の問題っていうのがクローズアップされて、最初にご紹介したようなエレア学派とか、ヘラクレイトスといった哲学者たちにつながっていきます。はい、はい、では今日の講座はここまでにいたします。次回よろしくお願いいたします。